はい、なぜ総合診療医になったかっていうことなんですが、まあ、最初精神科になりたかったこともあったんですけど、まあ、精神科はある精神病を見に行って、まあ、自分がこの患者さんと一生ともにいろんな自分の全てをかけてやれるかどうかっていうのに自分自身に問いかけて、少し、まあ、自分自身には無理かもしれないなと思って、ちょっと諦めてしまったところがあります。で、外科にもなりたかったんですが、僕はラグビーをやってまして首を痛めて、ちょっとそれは長期化のオペは無理だなと。と内科になったら、もういろんな科にもその時も分かれてましたんで、循環器とか呼吸器とか、でもいろんな先生から、君は肝臓、君は腎臓とかって言われても、いや肝臓が好きなわけじゃないし腎臓フェチでもないしということで、やっぱり人を見たいために自分は医者になったので、総合診療医を選びました。以上。